で私は4月1日、戦争法案が出てくると言ったら、ですね、えー、レッテル貼りは、えー、議論を矮小化するものであ、村上誠一郎先生、こんにちは、こんにちは、こんにちは、どうも、はい、した。続きまして、自民党衆議院議員、村上誠一郎様、よろしくお願いいたします。 えどうも皆さんご苦労さんでございます、えー、ただいまご紹介に預かりました村上誠一郎でありますまあ実は私はですねまあそこにいらっしゃる山岸先生と大学の同級生同じクラスでしたでまさかですね43年後にですねまさかこういう集会にですね、まあ、出るとは夢にも想像してませんでしたで正直申し上げます私も自民党員ですまあ本来ならばですね まあこういう集会はです、ね、実はご遠慮申し上げようと思ってたんです、だけど昨日の総務会で,です、ね、執行部とやり合ってです、ね、まあ、これはもう困ったなと、やはり本当のことをです、ね、国民の皆さん方に知っていただくことが大事だと、で特に私はもう柳沢先生に申し訳なく思ってるんですが、昔の政治家はです、ね、柳沢さんのようなきちっとした理論を、 みんな聞く耳を持ってましたところが昨今ですねやはりこれもマスコミの人に反省してほしいんですが小選挙区になって公認と比例とですね人事まで党幹部に握られてしまってですねなかなかですね昔のようにですね自分の考えていることが言いにくくなってしまいましたでもっと反,あの反省してほしいのは2年前の特定秘密語法の時には 28年前には大島さんや谷垣さんまでがおかしいと言って早にしたんですそ,うそんな拍手じゃダメよ <laughs> ところが一番ですねその被害を受けるというか当事者であるマスコミの人たちが最後の総務会で私が指摘するまでですね誰も指摘しなくなったそれからもう一つこのバッジをつけてる先生方も反省してほしいのは 去年の公民法改正です。私は最後まで判定した。なぜならば、600人の人事を全部官邸に持っていった。こうなればですね、官僚諸君は、もう正論も本音も言わなくなるよと、私は最後まで,です、ね、総務会で抵抗したんですが、これもですね、官邸の意向ということで,です、ね、通ってしまった。案の定、それからですね、公務員は正論も本音も言わなくなりました。 でもっと重要なのは、そのように外堀を埋められるために、今回のこの安保法制についてですね、本来、一番です、ね、ものを言わなきゃいけない国会議員が、口を閉ざしたままになっていることです。で、今回ですね、まずあの昨日のことから申し上げますと、私が申し上げたのは、このような問題は、国会議員の政治的良心、 使命に関わる問題であるから、討議拘束を外すべきだと。そしたらですね、はっきり言いますよ、あなた方たちの先輩のある代議士がですね、<laughs> お前は最高裁判決を読んだことがあるのかと言ってきた、砂川判決を。だから私は言った、あなただけですよと、砂川判決が根拠だと言ってるのだ。<laughs> ただ、何と言ったと思います学者は 最高裁判決までおかしいというやからだから話を聞く必要がないと言ったわけですそれで私はですね激怒したわけです3人のオーディナリーな学者が違憲だと言ってることに対して自民党がそれをですね無視するということはあんまりでも傲慢ではないかと言わなくていいからすいません <laughs> それで何を言いたいかというとまさにこのような重要な問題を本当に国民の皆さん方がお一人お一人が本当に理解なさっているのかと皆さん思い出してください今から55年前の日米安保条約の時にはこの国会の周りに問えはたえとです、ね、皆さんが集まって全国民全マスコミ全学者がですね 研々学学とですね、議論しておりました。今どうでしょうかはっきり申し上げます。2年前に私がこの問題は実は民主主義の根幹に関わる問題であると。こんなことをですね、天下の自民党がやっていいのかと言ったときはですね、マスコミは無視したままでした。